が曲がってるの見えちゃう？今腰痛いんだよ。あらら。全身だけで。じゃあ上半身で。あ、上半身だけで。はい。今日は9月6日です。闘魂日記。今日は9月15日の闘魂ソロアーベントのご案内をさせていただきます。ここは滝野川会館です。歌ってくださる曲は、あ、ロッシーニの、今ラダンザ踊りのと、カルメン、ビゼのカルメンから、花の歌、お前がくれたこの花をですね。そして、高田三郎さんの口なしという、まあ、言葉も全部バラバラで、お届けします。ちょっとねちゃんと勉強だなっていう曲が多いので、あの楽しく歌えるように頑張ります。歌ってくださる曲を教えてください。はい、サマータイム、リゼッタのアリアと、最後は林ひかるさんです。なんか選んだポイントとかありますか？コンセプトは歩き回るっていう。今ムゼッタも歩いて街を歩くんですけど。あ、そうですね。なるほど、歩くが共通点なんですね。そうですね。あと、まあ、こうサマータイムはちょっとこう怪しながら歩くみたいな。日本歌曲の間宮みちおさん作曲の空の向こう側へという曲と、平井孝三郎さんの九十九里浜、そして、シューベルトの名曲魔王を歌いたいと思います。心を込めて一生懸命歌いたいと思います。皆さん来てください。ゆみさんと、もう一人、小牧さん、ゆかさんで3人で歌ってくださった曲はフーパーティンク作曲のヘンゼルとグレーテの中の20章です。台本はどうされたんですか？そうですね、私がやべえの書きました。とっても面白かったですね。この人に本当立て役ゆみさん何役やられてたんですか？あれは100? なんか母みたいなのありましたね。そうそうそう
もう七変化しますね。すごいハマってますね。僕の名前はネモリン。この村で飲みをやってるんだけど、周りからバカにされて。Partir a forza in cielo, mandato espressamente per mio bene. Thank you.